本日のストップ高銘柄はこちらになりまます。す。一つつずつ解説していきますトラースオンプロダクトはロケーションメディアの運営をしている会社です急騰した理由はデラックス店舗活性プロダクトの新製品を1月にリリースすると発表したからです光・彩りは貴金属アクセサリー製造・販売・ジュエリーパーツ事業・ジュエリー事業などをしている会社です急騰した理由は分かりませんでした デジタリフトはトレーディングデスク事業 DMP 導入コンサルティング事業 SNS 運用事業システム企画開発コンサルティング事業などをしている会社です急騰した理由は自社株買いを実施すると発表したからです毎日ストップ高した株の解説をしています今後も継続してほしいまた見たいなどあれば是非チャンネル登録高評価コメントをお願いします